平野紫仕様、再始動の舞台裏とサエコの告白。ワイルド系への変身とファンの期待。ジャニーズ界の注目話題を解説。日本のエンターテインメント業界において、平野紫仕様という名前は、数多くのファンに愛され、注目されてきました。しかし、最近、彼のファンの一人であるサエコが、その熱烈な支持を告白し、ネット上で話題となりました。本校では、 サエコの告白から平野仕様の魅力や彼の再始動について探求し、彼がどのようにしてワイルド系のイメージになったのかを追求します。サエコの告白。2023年6月6日、サエコは自身の YouTube チャンネルで元キングピンス以下キンプリの平野仕様のファンであることを告白しました。 この告白は多くの平野ファンにとって驚きであり、賑やかな議論を巻き起こしました。動画では、サエコがドンキホーテの購入品を紹介しながら、キンプリの歌が聞こえちゃったわけ。パッツって見たら平野市耀くんが宣伝してたの、このシャンプー、と興奮気味に話しています。 サイコは、先月まで平野が CM キャラクターを務めていたヘアケアシリーズ、ジュレーム IP を紹介し、平野が広告で、髪が綺麗な人が好きって言い寄った。だから買ってみた、平野くんに使われちゃったら、もう無理よ。全部買っちゃうから、平野くんがいいって言ってるから、いいと思う、と語りました。この一連のコメントに、テロップとしてオタク発動。 ただの、死活、などが表示され、サイコの熱狂的なファンぶりが伺えます。ネット上の反応。サイコの告白に対して、ネット上では多くの反応が寄せられました。サイコって平野丹だったの死活し,してて驚き。ダルビッシュ有の元妻であるサイコを魅了する紫輝くんすごくないといった声が続出しました。 さらに、サイコがかつて TBS 系バラエティ番組、学校へ光。行。V6 のメンバーである森田豪と共演していたことを思い出したファンも多く、潮君が憧れてるツヨシ君と共演してたサイコが、潮君をしてるなんてなんか嬉しいね、という好意的な声も広がりました。平野潮の強めパーマは、森田豪の影響 最古の告白には、平野志洋がかつて森田号への憧れを語ったエピソードも含まれています。2021年11月に配信されたインスタライブで、平和は V6 のラストコンサートで目にした森田の姿に一目惚れしたと言い,い、特に森田の髪型をめちゃくちゃかっこいいと称賛しました。その後、 平野は一時期、長発に強めのパーマをかけていたことから、森田の髪形を真似した、との噂が広がりました。このようなエピソードからも、平野市用が自身の髪型に森田号の影響を受けていたことが伺えます。平野市用の再始動。 一方、平野耀は2023年5月22日をもってジャニーズ事務所を退所し、その後の活動について注目が高まっています。一部の週刊誌は1年ほどの活動休止を経て海外での活躍を目指して再始動するのではないかと報じています。ジャニーズ時代には王子様イメージが強かった平野耀ですが、その素顔はワイルド系。 と言われており、再始動に際して大きな注目を浴びています。その一部のファンは、平野がタトゥーを入れる可能性についても予想しており、今後の彼の活動に期待を寄せています。結論。平野潮と最古の交流、そして平野の森田号への憧れについてのエピソードは、彼のファンや芸能界における、